2009から2010シーズンの NBA は NBA の64回目のシーズンである。ドラフトではブレイク・グリフィンがロサンゼルス・クリッパーズから全体1位指名を受けた。他にはジェームス・ハーデン、タイリーク・クエバンス、ディッキー・ルビオ、ステフィン・カリー、デマー・デ・ローザン、ブランドン・ジェニングス、ジェラルド・ヘンダーソン・ジュニア、ジェームス・ジョンソン、ドリュー・ホリデー、タイ・ローソン、ジェフ・ティーグ、 ダレン・コリソン、オムレカスピ、タージ・ギブソン、デマール、キャロル、ダンテ・カニンガム、ヨナス・エレブコ、ジョディ・ミークス、パトリック・ビバリー、マーカス・ソントン、ダニー・グリーンなどが指名を受けている。オールスターには、B ・グリフィン、J ・ハーデン、S ・カリー、D ・デ・ローザン、J ・ホリデー、J ・ティーグの6人がオールスターに選ばれている。ドラフト外選手には、ウェズリー・マシューズなどがいる。 詳細は2009年の NBA ドラフトを参照 DR イコールディビジョン順位、CR イコールカンファレンス順位、PCT イコール勝率 Z イコール全体で、ホームコートアドバンテージ、X イコールカンファレンスで、ホームコートアドバンテージ NBA オールスターゲームは、カウボーイズスタジアムで2月14日に開催され、オールスター史上新記録となる108,713人の、 監修が入場し、141から139で、イーストがウェイストを破った。マイアミヒートのドウェインウェイドが MVP に選ばれた。ルーキーチャレンジでは、新人選手のチームが2年目の選手のチームを破り、タイリーク・クエバンスが MVP に選ばれた。ルーキーチャレンジで、新人選手のチームが勝ったのは2002年以来のことで、あった。NBA スラムダンクコンテストでは、 ニューヨークニックスのネート・ロビンソンが3度目の優勝を果たした。NBA 3ポイントシュートアウトでは、ボストンセルティックスのポール・ピアースが、ルーキーのステフィン・カリーを破って優勝した。NBA スキルチャレンジでは、スティーブ・ナッシュが2度目の優勝を果たした。NBA シューティングスター・コンペティションでは、マーベリックス、ロケッツ、スパーズの選手からなるチームテキサスが勝利した。 ジャムセッションでは、オーランドマジックのドワイト・ハワードが、ギネス世界記録となる52フィート6インチからシュートを、決めた、ディビジョン優勝太字シリーズ勝利者対ホームコート、アドバンテージ。ありがとうございます。